ちょっと聞いてくれやいな。おいらこの島から出ていかないでください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ん、何今着いたの。日数かな。あ、違った。すべての基本は挨拶から。何すべての基本は挨拶から。これは肩書き、こう見えて恥ずかしがり屋、たぬき回り500マイルゲット。島民全員に挨拶したっていうことかな。え、今までしてなかったん。あ、まあ、そっか、話してないことかもったんかな、その日その日で。はい、それじゃあ、カジロウ。弱いな。毎日おめえの家に顔を出しに行くわけにもいかねえし、こいつ俺だと思って飾ってくれ。いつもおめえのそばにいて、愚痴とか悩みとか聞いてくれるぜ。聞くだけだけどな。心の兄貴、カジロウだ。心の兄貴。何くれたんやろう。ちょいと待ってね。飾ってみる。ん？あ、これか。人体模型？やだわ。飾りたくねえわ、全然。ほら、人体模型。人体模型に語りかけるとかちょっと怖すぎるやろ。で、今日のメッセージボトル、あっという間に見つかった。そこのラッキーなお前。この間マラソンでランナーズハイになったんだけど、その時にこんな DIY のレシピが降りてきたんだ。みんなにも作ってほしいから、レシピを教えるぞ。へへ、驚くなよ。失敗しても根性でカバーだ。意外と器用なピースより、DIY レシピ。ピース？あれか、白熊か。ハリボテの山。ハリボテの山のレシピを覚えた。これはよく見かけるやつかな。こんな感じ。あ、これこれこれ。これは、カジロウの家にあったのはハリボテの木だけあったんかな。お、いいね。何？ラジオ体操中。おや、アイナじゃないか。だってね。お話しして。何か歌い出した。ここ最近のうちは絶好調さ。今日の天気みたいにね。だってね。ご機嫌だね。アイナちゃん、チャオ。今日も乗ってる？あは。話しに来たよ。昨日ボイトレ頑張りすぎて微妙に声がかすれてるんだよね。いつもはもっと可愛い声がな、可愛い声なんだけど。あは。声がよくわからないけども。ごきげんよう、アイナさん、ダフン。お話ししよう。今日は天気も良くて、まさしくお散歩日和ですね、ダフン。めっちゃいい天気。お、雲一つないやん。そしてちょっとさっきからチラチラ気になっているローラン。どうもどうも、私ローランと申すですか。床にシクラグを売るお仕事、はるばる来たです、遠くから。取り揃えてるラグの3サイズ、スモール、ミディアム、ラージ、柄は買ってからのお楽しみ。さらに不思議な壁紙、床もあるです。使ってみればびっくりドッキリ。あんたはなんか買うですか？じゃあ壁紙を。不思議な壁紙、3000ベルですが、それでいいか？買うです。では、代金いただくです。ありがとう。どんなんやろ、今回。きっとローランが待ち遠しくなるです。あんたこれ使うと。そわそわ。買うか？他にも。じゃあ床。不思議な床、3000ベルですが、それでいいか？ラグも買うね。ラグはどうしよっかな。M ぐらい？ありがとう。きっと仰天するです。あんたこれ使うと。ドキドキ。ラグも買います。はいはい、ラグはどのサイズにするか。M でいきます。ふんふん、そのサイズか。では先に代金いただくです。ほい。ベルいっぱい持ってるからね。あんたが喜ぶと、心と懐が温まる私。さらに、引き換え券プレゼントするです。ラグを買ってくれたおまけとして。これを5枚集めたら。多分5枚もう集まったんじゃないかな。ありがとう、2枚。また買ってほしい。引き換え券に釣られて。あとは大丈夫。ちょっとどんなのをくれたんかが気になるけん。早速貼ってくるわ。お、ツンドラさん、やっほー。あら、アイナさん、ご機嫌いかが？なのだわ。話しに来たよ。この時間帯はなんだかのんびりしてて、ちょっと眠たくなってくるわね、なのだわ。ポカポカしてるとやっぱそんな感じっすか。でも春先とかやったらあれやけど、夏はね、暑くて暑くて。全然そんな感じにはならないんだよ。今一瞬アイダホがおったんかと思ったけど全然違った。
さあ、とりあえず一旦ここを。裏庭？こんな感じ。あ、雲が流れよるよ。ほらほらほら。裏庭の壁。雪ですね。そして、ちょっと待って、戻して、床、これか。スクランブル交差点。おー、すごい、こんな感じ。え、すごいすごい。そして、ちょうど、めっちゃちょうどさ、ここなんか、猫のコーナーと、洗濯物のコーナー。え、なんかめっちゃいいね、これ。え、かわいい。スクランブル交差点いいな。てか、こういうのをね、やけん、外にも敷けるようにしてほしいよね。まあ、でも、床はさすがに無理かな。とりあえず、ラグを敷けるようにしていただきたい。このあたりか。モノクロブロックのラグ。あ、かわいい。いいね、いいね。よきよきよき。え、かわいい、かわいい。よかった。なんか、いつもさ、同じのばっかりくれるけんさ、もうなんか、種類ないんかと思った。で、引き換え券が今手元が2枚。んで、この中にしまっとるはずやけん。あ、もう十分。溜まってる。ってことで、とりあえずこの5枚を使ってこよっか。これはまた、集めておこっと。よし。初めて引き換える引き換え券。ね、めっちゃ集まっとったね。12枚やん。何？なんか話しようかと思った。全然違ったわ。ローランどこ行った？ローラン、ローラン。あ、びっくりした。そんなところに。どうもどうも、床にシクラグ、買うですか？不思議な壁紙、床もあるです。引き換えたい。はいはい、承知したです。壁紙、床、どっち選ぶか。じゃ、壁紙で。じゃ、引き換え券5枚もらうです。ほいほい。ありがとう。きっとローランが待ち遠しくなるです。あんたこれ使うと。そうそう。あとは大丈夫。さあ、どんなのをくれたんだろうか。あれよね。無料やけんって、手抜きとかしてないよね。家ガラスみたいなやつとかじゃないよね。あれ？さっきまであっこベル鳴っとった？なんかついさっきまで鳴ってなかった気がしたんやけど、気のせいか。そんな一瞬で鳴らんか。ね。壁ね、壁。ストローな壁。ほう。なるほど。わらってことか。でもなんか面白い。ね、こういう感じの小屋みたいなんできそうじゃない？面白い。なるほどね。なんかローランがくれるの結構特殊なのばっかりやけん。ワクワクするよね。ふぅ、今日もいい買い物をしたぜ。特にスクランブル交差点が気に入った。使うかどうかは別として。あ、こっちか、私が見よったの。こっちやわ。まあ、木の大きさも違ったわ。ってことは、ここはちょっと、切り倒しておきますか。この場所ちょっと邪魔やけんね。よし。オッケーイ。ん？あれか？木を切るっていうのがあったんかな、もしかして。よいしょ。デイリーで。ん？間違えた。オッケーオッケー。ふぅ。ほら、あった。バッサバッサ伐採キャンペーン。たぬきマイル200×2 ゲット。イェーイ。いい感じ。さあ、今日はどんな商品があるのだろうか。今日はなんか特にやね。てか、持っとるわ、みんな。ん、なんか全部持っとるやん。全部持っとるやん。なんてこと。ほんと、いらないものとかはあったかな。あ、人体模型いらんね。人体模型いらんね。売り飛ばしとこっかな。じゃ、これ財布にしまっといて。よいしょ。アイナさん、いらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。
ってことで、この、人体模型をお願いします。人体模型ですね。それなら875ベルで買い取らせていただきます。売っちゃいます。結構いい値段やったね。じゃあね。ありがとうございました。びっくりした。マミーさんももうちょっとなんかおしゃれな感じの格好をすればいいのに。今私が着とる服とかどう？とりあえずちょっと渡してみよう。マミーさん。ご機嫌いかがですか？ダフン。これもらって。あら、何かくださるんですか？ダフン。この服をちょっと、トレンディーな服。どや。まあ、これは、トレンディーな服じゃないですか。早速ですが、ちょっと試しに着替えさせてもらいますね。マミーさんはね、結構なんかシンプルめな感じの服がいいんじゃないかなと思ったんだ。あ、いいやん、いいやん。なんか爽やかな感じになったね。よきよき。ん？なんか捕まえようとしようかと思った。全然違ったのね。今日、あ、そっか、ローランが来てるけん、常吉は来んか。そうっすね。何、どうしたの？なんか考え事？ちょっと聞いてくれやいな。おいら、この島から出ていかないでください。え、強いやつと勝負？ダメダメ、行かないで。てかね、なんていうん、この子やったら別にいいかなって思う子とかはね、全然出ていくって言わんのに、気に入ってる子たちは出ていこうとするんだな。つら。めっちゃつら。あ、サメやん。久々。押し来い。お？さあ来い。おー、一発逃すところやったおー、びっくり来たよー、マンボウ釣り上げた。うー、マンボウ。おー、そりゃあね。そりゃあね、あんなでっかいの釣り上げたら壊れるさ。壊れん方がおかしいよ。いやー、いいね、やったね。マンボウ釣り上げちったよー。あれはちょっと違うな。マンボウ一応ね、寄贈しとるけん。もうこれは、売りさばいてきたのでいいということだよね。イェーイ。なにー？ 3 人で歌ってる。じゃあ私も混ぜて。こっちじゃない。混ぜて混ぜて。これか？みんな反応してくれるっていう、かわいい。ヘイ、マンボウ売りに来たよ。アイナさん、いらっしゃいませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。マンボウってどれぐらい値段するんやろ？まだ今んとこ売ったことないけんね。まあ、1万以上はするやろ、きっと。安っ！え、めっちゃ安いやん、どうしたん？そんなもんなん？いや、まあでも魚で4000円って言ったら結構高いけど、がっかり。背びれがついてる子たちはさ、一律でもっと高くしてほしいよね。いや、なんか、しかも、あんな巨大さよ？どうよ。どうなのよ。まあ、大きさイコール値段じゃないけどね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。せっかくウキウキしながら売りに行ったのに、ね、つら。